さて、ヤーラのところにね、今から戻るんですけれども。アングルボザー、手を貸して。いやすごいな。ねえ、平気。え、今のアトレス持ってたの、ずっと。うわ、出たー。ボス戦やん。ボス？あ、そうでもないわ。あ、あいた。オッケーオッケーオッケー、倒すわ。おいや、はい、おいしょ。めちゃくちゃ重くなってるよ、俺も。おっぷろ。ほい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 。決めようか、俺もじゃあ。おいしょ、はい。おいしょ。せっかくだから弓で殺そう。おいしょ、おいしょ。ほら、うまい。アングルボザー。ねえ、どこ？いるの？上よ。上？ねえ、ヤーラは？心配かけてた。あ、いた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 。おお。ヤーラは平気よ。オッケー。よいしょ。危ねえ。玉樹だけど、うん、生き残りはこれだけ。ああ、ちょっと待って、アイテム欲しいな。他にもいるわ。これ何？行方知れず。ああ、壊せないわ。ダメだ。じゃあいいや、こっち行こう。一体どこに？機械にはいないわ。知っている限りはね。ん？敵？え、何これ？お。ん？ああ、関係ないか。ちょっともう早く戻ってあげて。ヤーラが心配。ヤーラいる？岩の奥に陥没穴があるの。そこに行きましょう。そしたらどうかしたの？ヤラ？ここが実在してたなんて。あれ、ヤラいない？ヤラ、あ、いた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 、ここにいたわ、ほら。ロキ、鉄の森のことは他言無用よ。お父さんにもね。オーディンが探しに来ないからここは安全なの。うーん。僕で動物は守れても、アース親族が探しに来れば。わかった。ごめん。誰にも言わないよ。なんかごめん、マジで。うん、変なとこ来ちゃったからね。てかこれ夢見てるんじゃないの？違うよね。秘密の通路を調べる。ここのこと直してくれ、そこじゃ。そーら。おー、もうほら、やる気満々だもん、ね、前足ガリガリやって。こっち？また今度ね。何これ？あ、それも仲間？おお。いや、またね。ヤーラにびっくりしたよ、今の俺。そっち、ちょっと待って、こっち気になるな。よいしょ。ほら。玉玉の実は狼にあげるの？食べたい子にね。独り占めはさせないけど、まずはイヤパ。せっかちだし。壊れたルーン。もうすぐ陥没穴。魔物だらけなの。マジで？前は絵の具の材料が取れたんだけど。そっか。なら追い払おうよ。絵の具は大事だしさ。君がそうしたいならね。ええ、もちろん、リーマ。え？レッチを一掃する。完璧。ねえ、ねえ、これあげる。おっと？済んじゃったの？ああ、ほら、お返しにさ。ありがとう。でも取っておいて。あ、空気読めない男だな。ほら、レッチの巣を探します。普通に振られたんだけど俺。手に入るから。マジか。こっち。これあげるってよく言えるね。よいしょ。真っ暗だね。待って。おお。レッチだ。巣もある。すごい数だわ。おお。かっこいいよ、お前の技。はいはいはい。蹴飛ばすってすごい。よし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 。はい、来た。もっと松明をつければ戦いやすいし、必要なものも集められるわ。わかった。松明は任せて。行きましょう。うん。ちょっと待って。よし。よし。殺しちゃった。下は空気が冷たい。うん。水ガルズよりマシだよ。確かに。もうこれ雪だらけだから。あー、そこら辺のハンマーとか。ハンマーじゃない、宝箱や。なんでハンマーつっちゃったんだろう、俺。他のも探そう。よっしゃ、なんとか取れた。うおぉ、うそん。ちょっと、つけて。うん。え、敵が出てくるとこあんの？宝箱。そんな。
やばい、ひどい演出だわ。あれか、巣見つけた。もうほい、よしよっしゃ、レッチを一掃する。あと一個出す。弓で壊すしかない。来た、よし。よっしゃ。今ので全部。ありがとう。機嫌直った。そうね。戻りましょう。まあ、とりあえずこれでアトロス編はクリアしたいんですけど、どっち行けばいいんだ、こっちかな。来た道戻るの？いいえ、陥没穴を迂回していくの。家に戻る。よし、帰ろう。このゲームやってから何回帰ろうと言ってるかわかんねえ。で、すげえアビリティ手に入れたな、お前、そんで。シャープシューター。R はね、時間の流れを遅くして強化された矢を3発放つ。じゃあ、せっかくだから装備してみる？アップグレードもしちゃう？ほら。アップグレードできちゃうもん、そんで。で、俺がアップグレードしたいのは、まあ、スキルだよね。入れよ、はい。ほら、もう、わかんない。もう、いろいろ手に入ったから。そうだ。君のお母さんも、予知できたんだよね。巨人族はみんなできるものなの？一部よ。夢見するの。ああ、あれか。夢見。前にトールの夢を見た。トール？正夢になって、家に現れたんだ。え、トールが？なんだかそれ、悪夢って感じね。悪夢だって、あんたとかいまじ。だよね。これは何？ああ、ホタルよ。ホタル？へえ。あなたって無邪気。綺麗だね。ええ。ちょうどよかった。お？と、これは？何が？うわ、すごい。カメラ見れる？あ、見れるわ。おー、すごいすごいすごい。あ、これ全部ホタル？いろんな意味で変な体験だったけれど、ちょっといい感じじゃない？ほら、あなたと会えてよかった。あら、僕も。俺がボタン押しちゃったから動いちゃった。クソ。いい感じだったのに。ああ、いや、絶対分岐点だった今の。方法も分かったことだしさ、来たい時にいつでも来られるだろ。例えば？そうだな、全て落ち着いたらさ、ラグナロクの後に。そう、いいわよ、きっと暇にしてるだろうし。さあほら、登って。何があるの？近道。いい子だね。大丈夫、ヤーラ、君ならできる。ヤーラを休ませないと。うん。さっきも言ったけどさ、その君の絵本当にいいよ。励まそうとしてる？ああ、効果あった。また後で。さあ観念しな。そんな、黙りな。わめいても無駄だよ。今よ。そんな。今の誰？グリーラよ。グリーラ。ダメ。どうしたんだろう。何も感じない。それは魂がないせい。グリーラが抜き取ったのよ。あいつの家はどうする気？
もう狼が死ぬのは嫌だ。ついてきて。え？グリリアの手から逃す。気をつけて、あいつらすばしっこいの。見たいだね。早そう。てめえ。え、大丈夫？これもう時を止めるから、ほら。ほら。時を止めるから関係ないもん。時間コントロールできちゃう。大丈夫これじゃ、毒属性じゃん。うわ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 。任せて。おいおいおい。めちゃくちゃ多いな。めちゃくちゃ多いな。毒浴びたし。ライフが削られてく。もうもうどこにおんねん。お前か。うわもう経験値32。なんであんな経験したのにダメだ。え、前はあんな人じゃなかった。私の父に運命を変えようとする気がないことを知ってから変わったの。なるほど。グリーラ、詳しく見して。グリーラ、アングルボスの おばあちゃん、うんうん。いつもなら自分以外生き残った巨人族に会えるって思うとワクワクするけど、グリーラとアングルボスの関係は控えめに言ってもギクシャクしてる。ああ、旅をする前の父上と僕みたいな関係というよりも、グリーラがなんかしてアングルボスを築けたみたいなんだ。ああ、これがグリーラ。今から戦うボスの情報が事前に手に入ったと。完璧だ。勢いよく落ちるな。うーわ、もうめんどくさいの来たな。だよね、おら。早いな、そんなの。よっしゃ。おい。てか、俺のライフ、なかなか危ない。うお、うお。え、死ぬ、あかん。うお。お前が一番厄介だから。これ、毒巻くやつ。よっしゃ。ナイス。だめ、おい。ガチ狼に勝てるか。よっしゃ、はい。なかなか手強いんだって、もうこの辺まで来ると。こいつも毒マクシー。よし、オッケー。はい、決めろ。はい。よし。グリーラの家よ。中が暗い。グリーラの家、ここ？まだ帰ってないけど中に動物がいるかもしれないわ。ここ？でっか。急ぎましょう。めちゃくちゃオリオルじゃん。うわ、ボス戦だ。これから。ね、今からおばあちゃん殺すの俺。目の前で。危な。何今の落ち方。グリーラはいない。うわ、あ、家の中入ってこれたのね。でかいな全部。本当は貯蔵庫の扉があるわ。中に動物を閉じ込めてるはず。鍵が刺さったままだ。こんなか。回してみよう。本当だ。ロキ、ほら、予言によれば君のおばあさんが僕を殺すことはない。予言を誤解してる。あと少し。全部でかいな本当に。やばいな、もう世界観に引き込まれてるもん。俺言葉数自然に失っちゃう。え、なにこの赤い実。え、こう、でかくない家の中。うん、これ階段でしょ。貯蔵庫の裏から吐息が聞こえるわ。うん、確かに。でも声は聞こえない。響くな声も。え、めちゃくちゃな、なにこの花。花じゃない、フルーツか。え？やべ、ボス戦だ。絶対ボス戦だ。何も感じない。うん、さっきと同じだ。魂抜かれてんだ。もう手遅れよ。魂を奪われているわ。
ってて。何を？ねえ、嫌いな巨人はいる？え？忘れて。じゃあこれ。ちょっと待って、僕なら正しく使えるって。いずれはね。今すぐにじゃないわ。分かってる。でも隠れても見つかるよ、いつかね。見殺しにはできないだろ。自信あるの？いや。実はここから先が分からなくて。教えるわ。一緒にやりましょう。うん。ベクヤ。ベクヤ。バルスみたいな。おお。マジかよ。すげえじゃん、アトレウス。待って。どこ行く気だよ。そもそもうまくいったの？私にもわからない。ほら。もう投げ出しちゃうの？あなたの責任だって。分かってるよ。ただ僕より君が持つべきだ。ロキ、ねえ、よく考えて。アタレウスって呼んで。分かった。おお。戻りましょう。階段を上って。本当にごめん、ただ入ってきた場所から戻らないと気づかれてしまうわ。ちょっとアイテム探してます。ほら、やっぱりなんか、もしかしてこれヤーラ？ヤーラ、すごく前に書いたやつ。へぇ。階段がでかいんだな、一つ一つ。ほら、よし、はい、帰ってきた。扉を閉めて。わかった。重いの。これ？ちょっと待って。かかって。ギャンギャンうるさいね。どうせすぐに忘れられるだろう。でっか、巨人族だもんな。そうさせない。見て見ぬふりをしてきたけれど病気なのよ。私に感謝してほしいくらいさ。魂があったっていいことなんてない。ただ苦しいだけだよ。まったくあんたが羨ましいね。いい、あの大釜、あれがなければ魂も使えないわ。気をそらすから、狼を逃がして、その後大釜を壊しましょう。いいの？さあね。
でも隠れてはいられない。行って。ちょっと。おばあ様。二度と来るなと言ったはずだろうが。そうね、私を見て。いろいろ忘れられたってのに、あんただけは忘れさせてくれない。行け、早く早く。もうやめましょう。何しろって？オオカミを逃がす。はい。あ、わかりましたけど、どうすればいいの？丸。はい。どうすんのそれ？何よ。ああ。そいつはお友達かい？ロキ。ロキ？いった。逃げた！怖っ！さっさと出てけ！出ましょう出ましょう。え、すごいな、ちょっと。うおー。え、近づいたら、おお、危な。いや、やめとこう。さっさと逃げるがいい。やべえ、逃げろって言ってるくせに追いかけてくるパターンでしょ。どこにいる？ほら、もう追いかけてくるじゃん。耳もでかいからね。よし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 。あそこ見て、あの大釜を壊すの。どこ？向こうに渡れる？あれか、わかった。どこに行った？かくれんぼかい。一緒にずっと閉じこもってりゃいいもの。これ壊す。うわー、もう出てきた。いったー、もうほら死ぬってほらそれで戦うの？あの余軍の戦士様が、くわー、マジか。ご来訪とはね、くわ、父親が死ぬ前にお楽しみ中ってとこか。聞いてる？父親の話はするな。聞いてないな。うおおお、あ、カマか、カマ攻撃するのか。ほんま、わかった、任せろ。あんたにはオーディンの馬番がお似合いだね。うるさい。あいつが新しい父親になれば、今の父親のことも忘れるだろうさ。黙れ。ため打ちするしかないな。ため打ちやってった方がいい。オッケー、あと少し。頼むから、私のことはほっといておくれ。もうこれ以上は無理よ。ドラドラ、逃げるかこいつ。よいしょ、はい、オッケー。よっしゃ、来た。そんで、はい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 、このやめろ。オッケーオッケーオッケー、これで繰り返しな。完璧だ。床から離れよう。床から離れよう。え、床から、え、え、どうどうすんの、どうすんの、惨めな巨人だよ。いやあ、2人ともね。あそこのロースですよ。危ない危ない危ない。あれを撃てば切れるわ。あそこのロース、これか。ナイス。あんたは家族の恥だ。本気じゃないでしょ。ちょっと待って。おお、でかいな。スンガンディキャンゴ。なんつってか分かんない。頼るんじゃないよ。危ない危ない危ない。ちょっと一回回復してもらって、うん、オッケー、はい。壊させるものか。オッケー、ナイス。よし、おい、あー、もう、おいおい、あぶねえ。おお、こっち来い、こっち来い、そうそう、こっち来てもらって、おい、ナイス。どうして私をこうまでして傷つけたいんだい。おい、私が何をした。魂を盗むのはもうやめて。動物に登場かい。上登りたい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 です。はい、よし、はい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 。おい、何もかも奪うかい。いや、もうバックで進んでくる。クソ、守りながら来るもんな。わお、オッケー、ナイス。ひるんでるからここで、はい。私が何したってのさ。
当たるのは一つ、これか。ほっといておくれ。スプリンガンでギャンゴアングルボス危ない。あー、ここから降りて。ガン。あ、あけ、降りよう降りよう降りよう。ほいほいほい。あぶね。ひるんでるわ。オッケー、ひるんでるチャンス。よーし、きた。とどめさせるべ。ほい。ダメだ、やめろ。行くしかない。やめろ、頼む、やめろ、やめろ、私のものだ。やべ、巨人に勝った。自分が何をしたか分かってるのかい。救ってあげたのよ。ハラハラしたな。お前謎を母親から取り上げた時に狼にくれてやればよかったんだ。出て行きな。お母様、出てけ。やめて。行きましょう。何かを成し遂げたつもりでいるのかい、アングルボザ。お前なんてただの脇役だ。みんなすぐに忘れちまうだろう。ロキだって同じだよ。お前との物語なんてあっという間に忘れるだろうさ。自分の父親の死を嘆き悲しむのに精一杯だね。次に見かけたら生き残ったことを後悔させてやる。このまま置いていって平気なの？もし後を追ってきたら。前は食べ物をくれてたの。え？私のこと突き放しはするけど、時折朝起きると焚き火の横にパンが置かれているの。昔よく作ってくれたパンがね。あの人は怪物なんかではないわ。道を見失ってるだけ。少し歩く。いやー、こっち。巨人の大釜。あなたも戻らないと。思った以上に時間が経ってるはず。もういつになったら帰れんの？あ、ちょっとヒヤヒヤしたね。あんな巨大な敵倒せない。鎌が弱点ってもう初めてだな。なんか3回勝負で行く。バトレース競争いいだろ。元気づけてるんだろうけど。また勝負したいって言ってたよね。気持ちは嬉しいんだけど、前回私が勝ったでしょ。確か引き分けだったはずだけど。私の勝ちだった。じゃあ証明する。1、2、3、始め。見てて。ねえ、来ないの？おお。さあ行って。キツネ。だったら僕も。変わろうか。はい。おお。上がり方に注意。うわもう。何言ってるか全くわからないんだけど。俺はどっち行けばいい？そっちか。本当にいい匂いがする。うわもうちょろい女だな。鼻がつくんでしょ。よそ見しないようにね。このままじゃまた負けるわよ。道合ってる。俺こっち。狼の足でも限界は
疲れたというかもうそろそろ時間来るんじゃない返信が解いちゃう。こんな移動の仕方があったんだったら初めからやってほしかったな。かなり本気出しちゃった。本気ってやっぱり面白かったよな。ここの狐に乗ってたくせに。ロキ、アタレウス、ありがとう。おばあさんのこと気の毒に。うん。そろそろ家に帰る気になった？帰るか。準備できたら最後に。木の小屋を探索する。帰らなきゃダメ。ここにいてもいいのよ。いつ帰れる？いつでも来れるよ、うん、ねえ、まだ信じてないんでしょ。無理だよ。バカだって思うだろ。いいえ、お父さんのことを思うあまり彼が死んでしまう未来を思い描けないのね。来て、見せたいものがあるの。ラウフェイ、母上の魂は入っていないけど、そうよ。両親を亡くす気持ちは私もわかるわ。痛いほどね。お母さんはもういないかもしれないけれど、お父さんにならまだ別れを言える。言いたいことわかるし、気遣ってくれて嬉しいけど、やっぱりおかしいよ。全ての結末がもう決められてるだなんて。君はどうなるの？わからないわ。言ったでしょ、あなたが去れば私の物語は終わるの。ここに残ってもいいのよ。物語は自分で紡げるはずだよ。どうするつもり？わからない。でも父上を死なせはしない。もう戻らないと。わかった。星が他とはまるで違う。そう、あなたほどじゃない。絶対また会えるよ。そうね。それじゃあ目を閉じて、しっかり握ってて、なくさないようにね。こう唱えて、いいえって何度もね。わ、すげえ。それで帰れるんだったらもう俺仕事までやりたい。それ、いいえ、いいえ、これでいい。
け。何その能力。現代人に必要だよ。いえ、本当に自分家なの？シンドレの家じゃなくて。冗談だろ。オレンジじゃん。本当にオレンジだ。もう最悪な場面。しかも外に敵いる。冗談だろう。なんでシンドレの家じゃねえ。そこに文句を言いたい俺は。別の家、別の家。もう慌ててるよ本当。いやもう最悪だもう。いやホラーや。うそーマジで。え、ちょっと待って。冗談じゃないよ。もうほら経験値が少ない。こんな経験してるのに。待って、うわ厄介だぜ。おいどうすんの、どこ行くの。シンドリの家に戻る。そうだよ、シンドリんち来たかったのに。俺んちだもんガチで。いやもうすごいとこ戻されたな。使える？あ、オッケーオッケー、使える使える、よしよしよし。どういうつもりだ。そのフェンリルに会ってた。2日かけてか。いや二度と嘘をつくな。なぜ一人でここに。死にたいのか。なわけないだろ。ならなぜだ。答えろ。何を隠している。話す長いんだよ父ちゃん。私は共に歩もうとしてきた。お前の望み通りに。でも信じてくれなかった。だが望み通りにした。お前の命を守るためにな。なら父上の命は誰が守るの。守る必要はない。本当にそうかな。どういう意味だ。今は話せない。でも僕は信じて。隠し事はお互い様でしょう。一緒にするな。一緒だよ、理由があって。父上も母上も隠し事をしてた。だったら僕だって。下がれ。もう安心感。こいつの安心感が強すぎる。めちゃくちゃ強い。おお、来た。なに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 、こいつ、なにこいつ。うーわ、ボス誰やねんお前。ヴァナディース。ヴァナディース。お願いやめて。なになに。ほいほいほい、あいや、おちょっともうちょい開いてこい。そうここだ。よいしょ、はい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 、よいしょ。捕まえろ捕まえろ、よし、はい、あかん、はいはいはい、もう溜まった、はい、オッケーオッケー、食べろ。危ねえ。おいしょ。ああ決めたことだったんだ。いや強いね。嘘だ嘘だ。逆輪を武勇に変えた。武勇を使えば体力を回復できる。はい、しょうがない、やるしかない。殺す。かなり本気じゃな。父上大丈夫。こちらに構うな。敵を見ろ。はい、敵を見ろ敵を見ろ。おお、ひわどい。よし、ほいほいほい、
まずい。毒じゃ触れてはならん。そうですね。強いな。自由になるんだ。十分自由そうじゃぞ。いや強いな。決めるしかない。嘘。そんな。悪者じゃない。よいしょ。俺もなかなかしんどい。あぶねえ。回復が欲しいです。回復が欲しいです。あと一発受けたし。ここで決めたい。ああ最悪だ。うんだ終わった。フレイヤ。嘘だ。本当だ。フレイヤだ。思う存分苦しみと痛みを味わうがいい。まずい。めっちゃ臭いです。やめるんだ。いやもうなんてこんな時に。心を沈めろ。フレイヤは友だったろ。生かしておいた方が得ね。アトレウス、帰れ。帰れ。本気で。戻ったら全て話してもらうぞ。今はやるべきことも。連れて行きます。ああ、これは陛下。お目にかかれて光栄です。ブロードネファ、息子から目を離すな。聞こえたろ、ボス。ほら、さっさと行きな。何が望みだ。この世界に縛られるのはもうコリゴリよ。バナヘームへ行くわ。そんじゃ三人旅と行くか。バナヘームへのもんね。極端な街な。憎しみの果てに。なんだよこれ。武勇はレイジを使って回復すると、クレイトスのレイジモードは武器メニューからいつでも変更できる。あ、なるほど。まあ、ブチ切れて暴走するか、ちょっと回復できるかで選べるのね。よーし。呪われたままで遠い。で、俺今回復したいんだけど。引き戻されないよう守護の護符を作っておいたわ。よかったよかった、はい。あるものを見つけるまで持つはず。あるもの。あるもの。ミズガルズに私を縛り付けている魔法の源を見つけるし。どこにいるの？ああ、そこにいた。破壊するの。手は貸すが、それで許されようとは思わん。そうね。あなたを殺すかどうかは別の話。とりあえずアトレウスと話しよう。もう何が何だかもう分かんない。すごいことになってるもん。うわ、ここから俺がなきゃどこにも行けねえだろ。またしてもブロック様様ってやつだな。
ん、あ、選べる、もしかして選べない。